こんな前歯にさ、針金かかんの嫌ちゃう？嫌やんな。お口開けてください。口元美容かおりです。今日はちょっと歯がなくなってるから入れ歯で補わなあかんなーっていう女性やねんけど、入れ歯って針金で支えてたりするやんか。それ見えたら嫌じゃない？そやねん、やっぱり見た目って大事やから、針金がキラーンなんて光るの嫌やからさ、針金のない入れ歯を作ろうっていうことで作りました。ちょうど上がないのよね。奥歯2本がなくって、2本残ってて前歯がなかったりする。で、こんな前歯にさ、針金かかんの嫌ちゃう？嫌やんな。だから針金のない入れ歯にしたわけよ。でも支えるところちょっと不安やんか。半分ちょっと大きくないからさ。なので反対側の奥歯にちょっとだけ針金かけることにして、見た目を綺麗に保てるように作りましたよ。こんな感じ。開いてください。ここ2本歯が残ってくれてるからしっかりしますね。あ、そうですか。うん、噛んでください。ありがとうございます。噛み合わせ調整しますね。今入れた感じ、嫌な感じありました？いやー、そんなに気にならなかったです。まあちょっとなんか自然な感じじゃないみたいな。うーん、そうですね、うん、ちょっと待ってください。はい、はい、失礼いたします。開いてください。噛んでください。開いてください。もう少し調整しますわね、はい。噛んでください。噛んでください。開いてください。今どうですか？まだ馴染みない感じ。これは まだ慣れてないからね、うん、まあ、うん、今左ばっかり噛んでる感じありますね。そうですね。やっぱり左がなんかこうしっかりしてますね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。マシになりましたね。そうですね。ま、うん、そうですね。うん、下見してください。ね、その下の歯もちょっとややこしいですね。ややこしいですか？どうややこしく感じてます？なんかすぐ外れ、外れ、緩なってきました。うん、はい、うん。それ以外はね、別に何もないんですけど。うん、頑張って使っていただいて、うん、噛んでください。はい、噛んでください。今少し噛みやすくなりました？そうですね、うん、あの鮭の一番初めのに ね、ちょっと一箇所だけ、うん、これも慣れたらあのいいぐらいにはなってもらえるとは思いますね。噛んでください。噛んでギリギリしますかね。ありがとうございます。どうです？そうですね。うん、まあ、慣れてくると思いますけど。いけそうな感じですか、今のところ。まあ、今、またなんかあったら、
はい、ありがとうございます。はい、はいはい、どうでしたか？結構綺麗にしっかり入るでしょ？ほんまに目立てへん。やっぱりほんと、見た感じが綺麗であるっていうことはめちゃくちゃ重要やし、歯になるべく負担かからへんような方法で、きっちりと揺らぎがなく、噛み合わせを復活させるってすごい大切やったりするよね。当然ながら作ったものって消耗していったりする、すり減っていったりするから、メンテナンスっていうのも大事になってくる。自分の歯だけじゃなく、詰めたものとか入れ歯とか全てメンテナンスせなあかんからね。それも定期的に歯医者さんに行って見てもらおうね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。ということで、歯の相談とか、歯医者さん行きたいわーなんていうご要望をいただいております。それでそれで、公式 LINE っていうのをやってるんですよ。公式 LINE に登録してもらったら、美しい歯を保つために、綺麗な笑顔で一生過ごせるように、そんな願いを込めて私が監修した、虫歯にならない歯磨き以外の方法をまとめたもの。それからそれから、歯周病なってないかな？だってさ、4人に3人は歯周病って言われてる時代やで。自分の歯周病大丈夫かなっていうチェックリストをプレゼントしてまーす。ほんでほんでほんで、さらに歯医者さんまで来てくれたら、オリジナルポーチに入ったセルフケアセット、こんなプレゼントも用意して待ってるからね。公式 LINE 登録お待ちしてまーす。